店名は LDH キッチン居酒屋青葉台というお店になっております。大きなコンセプトとしてはですね、ネオ角打ちということにさせていただいています。ネオ角打ちとは何ぞやということなんですけれども、そもそもですね、角打ちとは、酒屋さんに行って、お酒を買った方が、家に帰るのを待ちきれずにすぐその酒屋さんのすぐ横で一角で飲んじゃうみたいなことを角打ちという文化がありまして、最近ではいろんな飲食店で、角打ちイコール立ち飲みのような使い方をしているので、僕も今回お店を作るときに、まず立ち飲みがいいなと思いました。そして、その中でも角打ちという言葉の、インパクトの強さがいいなと思って、しかもそれを今回、日本酒と蕎麦が大きなテーマなんですけれども、その蕎麦屋というと、江戸時代の居酒屋という認識がありますけれども、その江戸時代の蕎麦屋を現代風に再解釈したお店ということで、ネオ角打ちという、テーマにさせていただきました。もちろん僕が今回酒張立花という京都の松本酒造さんと、コラボレーションでボトルを作らせていただきまして、そのお酒がおすすめですかね。あとは、秋田の荒政酒造さんのお酒とかも僕は大好きなので、それも常時飲めるようになっていますので、そちらも楽しんでほしいですし、メニューはですね、こちらもやっぱりそばなんですけれども、肉マーラーそばというちょっと変わり種のそばがありまして、そばの上に、もやしとネギと豚肉が乗って、それをこうちょっとラー油のつけだれにつけて食べるみたいな。そしてそれを食べ終わった後には最後はそば湯ではなくちょっと豆乳を入れて飲んでいただきたいんですけど、それがまたね、ちょっとなんだろう、カフェオレかのようなちょっとデザート的な味わいに、味わいもするので、その面白い組み合わせをぜひ楽しんでほしいなと思います。LDH キッチン居酒屋青葉台では、日本酒とそばをメインに、しまして、日本文化を遊んで楽しんで再発見できるような場所にしたいと思っております。僕はこれまでに、日本酒の酒蔵を、ライフワークとして巡らせていただきまして、その途中途中で出会ったいろんな方々の、お酒であったり、いろんな食べ物であったり、そういったものを全てこのお店で色濃く、再現できるように、頑張りました。ぜひ中目黒に来た際にはぜひ LDH キッチン居酒屋青葉台に、お越しください。お待ちしております。